糸井川市久留美沢にて、熱チに方面を望む2011年10月撮影新潟県道221号上、町屋鎌沢糸井川線は、新潟県の糸井川市内を通る一般県道である。糸井川市南部の熱地,地区と、同市東部の再開地区とを結ぶ。起点のある糸井川市南部の熱チには一級河川姫川の支流の一つである熱川流域に位置する。 ここから二級河川会川の支流の一つである、水保川の最上流部にある、糸井川市、御前山や同志市、野々の集落を経て、海川流域の最下谷に至る。糸井川市の東西の中山間地域間の車道が、ほとんど見られない中で、東県道は、同志中心市街地を経ずに熱チ谷と最下谷と、東西に結ぶ希少な道路である。しかし、起点付近の熱チ川と、 並行する区間や同市午前山付近の島、滝川沿いは冬季閉鎖される。総延長1 9 7 7 9 7トルは、糸井川市内で完結する新潟県道としては、新潟県道246号西日山農線に、ついで2番目に長い。ただし、実延長では、新潟県道246号西日山の汚が1 9 0 6 5 3トルに、対し、 東京道は 0.7144km 上回っている。全区間舗装されている。規格改良に関しては、全体の約80.7%にあたる 15.959km イコール 15,959m が改良済みである。改良済みの区間のうち 10.7178km は 5.5m 以上の福音が確保されている一方で、 2.6742km は、規格未改良かつ 3.5m 未満の福音の区間も存在している。歩道は 6.0153km 設置されている。ありがとうございます。